どうも、アフタースクールの富です。さあ、いよいよですね、この2018年も残りわずかとなってきました、ね、クリスマスが終わって年明けに向けて進んでるわけですけども、皆さんこの年末にやるべきこと何でしょうか、分かりますかね。そう、この年末といえばドラゴンボールスーパー、ね、ゴジータさんが参戦するとかいいんですか、ね、強すぎる、ね、そう、年末といえば大掃除。僕はこの間ですね、たまたまちょっと車でこう走っていたらですね、驚愕すべき風景を目撃してしまったわけなんですよね。で、まあ自分のですね、住んでる、まあ、町、ね、県がね、こんなに汚れていたらちょっと悲しいなということなので、今回は、千葉県年末大サービスクリーンアップ作戦。拾いをしていきたいと思います、ね、でかなりの量のゴミがあるんで、まあ、やっていくと、まあ、ちょっとなんか面白しとくとかもあるかもしれないので、まあ、そういった部分もね紹介していけたらなと思います。それでは早速スタート。僕が来た時にかなりゴミが多かったんで、はい、ちょっとまこの中入っていって、はい、いろいろ拾っていきたいなと思います。はい、懐かしのプロデューサーが捨ててあります。この大きさのジャックダニエルある？ちょっとトンネルの中入ってきたんで、ここは拾っていきたいと思います。はい、歩道側をちょっと拾ってたんですけど、結構こっちの車道反対側、こっちほどないんですけど、こっち側にもかなりあのゴミがこうやって、ね、散乱しているので、ちょっとね、こっち側もこれからまた拾っていきたいと思います。で、これ拾っていきたいと思います。ただ、車来るから気をつけて、はい、カメラも、はい、もういざとなったらカメラ捨てて逃げた方がいい。はい、それで拾っていきます。何回したんだって。なんかさっきから液体に入ってるボトル多いなと思ったんよ。ああ、じゃあ全部それだ。お乳をね、多分入れてるんですね、皆さんね。そうですね。マジか。ここに捨ててくるか、捨てます。なぜこの頭部だけここに。
はい、まずは、ザクのトークですなんでっつってそして、リモコンです。2018年度は2スクールおそらく最後になるかなと思います。まあね、5月から始まったばっかりで、まあ、来年もまたさらにいろいろ動画を上げていきたいと思っておりますので、